エイベル・ピー・アップ・シャーはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名はエイベル・アップ・シャー海軍長官にちなむ。エイベル・ピー・アップ・シャーは1918年8月20日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1920年2月14日にジョージ・ジェイ・ベンソンによって命名、浸水し、 1920年11月23日にフィラデルフィア海軍造船所で艦長ビンセント・エイチ・ゴッドフリー隊の指揮下、収益する。収益に続いて、エイベル・ピー・アップ・シャーは、大西洋艦隊第三戦隊第37、駆逐艦分艦隊に配属された。エイベル・ピー・アップ・シャーは、東海岸沿いに巡航し、艦隊演習及び訓練に参加した。 その後、1922年8月7日に、フィラデルフィア海軍造船所で、予備役となる。エイベルピー・アップ・シャーは1928年3月から、ワシントン海軍交渉で、コロンビア特別区の海軍予備役兵のための、訓練艦任務につき、同任務を1930年11月5日まで、継続、その後財務省に移管された。 エイベル・ピー・アップ・シャーは海軍を除籍され、沿岸警備隊で密造種の摘発任務に従事した。1934年5月21日に、エイベル・ピー・アップ・シャーは海軍に返還されたが、フィラデルフィアで予備役として保管され、1939年12月4日に、最終駅市大西洋戦隊に配属された。最終駅後は、東海岸沿いに、 中立パトロールを行った。1940年9月9日、エイベルピー・アップシャーは、ノバスコシア州ハリファックスで解約され、イギリス海軍に移管された。これは、イギリスの大西洋植民地の基地使用権と交換に、アメリカ合衆国が50隻の旧式駆逐艦を対応する協定によるものであった。1941年1月8日、エイベルピー・アップシャーの名は、 アメリカ海軍の艦隻母から再び除かれた。イギリス海軍では、クレアの艦名で、最初のタウン級召喚隊に配属される。1940年9月26日に、北アイルランドのベルファストに到着。クレアは、第7護衛グループに加わり、大西洋を横断する船団の護衛任務に就く。1941年2月20日、沈没した。 イギリスの機船リグマーの乗組員を救助した。21日の朝早くにクレアは、ピーター・トームと衝突し、消破した。プリマスでの修理後、3月から10月までクレアは、第41護衛グループと共に、戦団護衛任務を再開した。クレアは長距離護衛任務のため前方2機のボイラーを撤去し、燃料タンクを増設した。この回収によって、 航続距離は延長したものの、最高速度は25ノットまで減少した。また、ヘッジホッグ及び追加の爆雷が装備されたため、監視部分の重量が増加、それを軽減するためオリジナルの並走である50、後継4インチ砲3門と3連装魚雷発射艦1機が撤去された。1942年秋にクレアは、統治作戦に参加する。クレアは、 アルゼェイの上陸を支援した。1942年11月12日、オランの北方でドイツの U ボートを攻撃、これを撃沈した。クレアは11月17日にジブラルタルを出港し、イギリスに帰還、大西洋横断の戦団護衛任務を再開した。1943年7月、クレアはハスキー作戦に参加した。その後9月に、 ウェールズのカーディフでカンドック入りする。1944年5月に戦線復帰し、航空機のための標的艦任務に従事する。1945年8月、クレアはスコットランドのグリーノックで予備役となった。ありがとうございます。